はい。はい。はい。700円。はい。うん、はい。はい。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は鶴岡の名物祭り、かんだら祭りに来ています。ウェイ。はい。かんだらとは何ですか？何ですか？寒い時に採れるタラです。合ってるよね。合ってる。はい。それのお汁がこれですね。お汁。中身がこれかんだらの実で、あ、これ岩のり。岩のりはあんま他の地域にないらしいね。あ、やばい。あ、これ白子、まあ、内臓全部入れるのがかんだらの特徴です。はい、食べます。雪が降りしきる中食べます。あ、うまっ。寒い、うまい。うまい。やっぱ家で作るとさ、ちょっと生臭くなるじゃん。いいよね、うまい。おいしい。かんだら汁はお取り寄せができるんですよ。知ってました？楽天とかでかんだら汁って調べていただければお取り寄せがあるので、ぜひ作ってみてください。はい。あ、キテケロくんですね。あの、横を向くと山形の形をしているというキテケロくんが。すいません。ありがとうございます。ちょっとコラボしたくて。嬉しい。おいしい。白子。すごい。あ、ほんと。ありがとうございます。いつもありがとうございます。なんか、ゆたがわの時もそうだけどさ、このシーンで絶対巡り合うよね。何喋ろうかね。え、うまい。うん、うまい。油入った油。油？あ、これ？これ何や？油。肝臓？これ昔は買いねっけな。大人になってやっと食べれるようになった。一番目の。うん。だってレバーでしょ？俺レバー苦手だもん。本当は。あ。暑いかな。白子の天ぷらね。味付いてる。塩振ってある。あ、うまい。いらっしゃいませ。めっちゃ飯。弁慶飯。三角の弁慶飯を初めて見るわ。丸か。丸。美味しい。岩のりも買おう。食べる？いいわ。さ
サスティナ鶴岡というのは地元の飲食店や農家さん、漁業関係者、その食べ物に関する職業の人たちが子どもたちに対して食育を行っている団体さんです。今回は子どもたちがカンナラ事業を作ったり販売までをやって食育を学んでいました。こういうのもカンナラ祭りであるのはとってもいいですね。現代のもののけ姫 YouTuber のまこさんがいらっしゃってます。はい、それではまこさん自己紹介よろしくお願いします。はい、急にすみません。はじめましての人もご存知の方も改めまして YouTuber の現代のもののけ姫まこというチャンネル名でやっています、渋谷まこです。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうちょっと見てみよう。ここにタバコに。有名人。ハグしてもらっていいですか。1回300円です。1回300円。1回さん、逆に金取られるやつですか。チェキ会みたいです。ありがとうございます。どうもです。はい。これ、過去の岩のりおにぎりと、はらこ漬けじゃない？はらこ漬け、これもらったやつ。わーい、ありがとう。過去の岩のりおにぎりが好きだわ。はい、おりゃ、これローストビーフ串。めっちゃうまそうじゃない？うまい。うまい。うん、これめっちゃうまい。めっちゃニンニク。これ串割り箸反対の切れたんだけど太い方が刺さってる。クラフトコーラのホットなので体もすごい温まります。なんかうわ、ホットコーラだって。手作りのクラフトホットコーラ。あ、なんかでも結構そういうことでしょ。そうクリスマスに合うねみたいな飲食店さんすごい。フィンランドとか、はいはいはい、ジンジャー、僕もフレンチのお店だったから、ね、フランスとかでも普通のコーラっていうジンジャー感だったよ。ということで今日は地元のお祭り鶴岡南銀座通りのカンダラ祭りをご紹介しました。ぜひ皆さんカンダラ汁お取り寄せと検索してみるとお取り寄せ出てくるので、寒い時期に取れるマダラ、カンダラ、ぜひ食べてみてください。東京でもね、先日イベントがあったんですが、来年また冬1月から2月の末くらいまで鶴岡南銀座通りじゃないところでも鶴岡の地域、庄内地域ではカンダラ祭りが行われますので、皆さんいらっしゃってください。こんな風に寒いけどでも食べて温まれる冬ならではのお祭りです。コロナが明けて、まあ、久々のお祭りということで、私も車椅子でこうやっていろんな人たちの前に出てたくさん声をかけていただきました。また今年からはたくさんお祭りがね復活すると思いますので、 YouTube でも取り上げていきたいと思います。鶴岡をどん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 押していくので、楽しみに情報を待っていてください。ということで本日はここまで。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。